風がさ、チューする流れじゃん。どうもソプラミッド出てた。ある人とクラムチャウダー実写版。あ、これがそうなんですね。そうですそうです。今回は田口の実験企画をやっていきたいと思います。よっ。渋谷で路上占い師がいるの見たことありますか？あー、あの大通りのところ。いるよね。いる。ドンキの通りとか。あれ見て思ったんですけど。路上占い師なら差し入れしたらタダで占ってもらえるんじゃねっていう。めっちゃ舐めてる。いや舐めてないよ。いや俺らも路上ライブたくさんやってきたじゃないですか。まあ、その時に、まあ、無料で CD 配ったりとか、なんか路上で何かをする人間って基本的に腰が低いんですよ。俺らも路上ライブそうだけどさ、うん、聞いてもらいたいだけじゃん。そう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 。あの人も聞いてもらいたいんだよ。だからそのなんかそもそもがお願いしますのスタンスだから、そこに何かをもらうと、俺らも路上で差し入れもらったりすると、なんで路上なのにもらえるんだろうっていう特別な感情になるじゃないですか。確かに。ってことは路上占い師に何かを差し入れすればタダで占ってもらえるはず。実際金より嬉しいよ多分。それはあると思うのよ。だから今日はね、矢野くんに言ってもらって。で、差し入れの内容はもう決まってます。あ、そうなんですか。はい、牛丼でお願いします。あ、あそこクラムチャウダーじゃないんだ。てかお前牛丼だけ置いて帰ってくるみたいな真似はすんなよ。差し入れしたはいいけど、うん、結局牛丼だけ取られて、あー、お金ないと無理ですって、占えないですって言われて、あー、じゃあみたいなのはもうなし。あ、じゃあもう占えないですって言われたらもう牛丼、もう牛丼持って帰ってじゃあ返せっつって。どうした？いや、寒いから、牛丼はよかったら。あ、ありがとう、おじさんに、はい、わざわざ。いや、寒いんで。さあ、元気やってる？あ、元気です、元気です。最近ちょっと嫌なことめっちゃあって。何あったの？あの、YouTube やってるんですけど、うん、あの、アカウントが、うん、あの、バンされちゃってなんで？すごい嫌なことあって。わかんないの、理由は。まあ、理由はいろいろあるんですけど、うん、まあ、でもそんなに悪くないんですよ、こっち。うん、すごい悩んでて、うん、まあネットの上のことってさ、はい、もう些細なことでもなりやすいしさ、はい、いちいち腹立ってもしょうがないしさ、はい、落ち込んでもしょうがないからさ、はい、切り取り直してさ、はい、そう、何分一つ一つさ、はい、やってくと、まあ不特定多数の人があれするわけだからさ、はい、それなりにまあいろんな考え方がブチブチ言われるわけだから、まあ、あんまり気にしない方がいいですかね、うん、少し今回のことで慣れて、もうちょっとずぶとくなって、はい、周りどう言おうが、はい、あの人は人、別に命がけであなたのことをさ、はい、どうか言ってるわけじゃないし、はい、ね、一言でもあるので、はい、面白おかしくなってはいるので、そう思うとまともに考えてみると疲れが出てくるから、はい、まあ、そんなもんだということで、はい、まあ、うまく流してさ、はい、あなたなんかもともと直感系タイプの発想系だからさ。あ、もう分かるんですか、うん、そう思うと、はい、どちらかというとそういった、まあ、企画だとかさ、はい、やっぱり研究系だとかさ、やっぱり、まあ、作品系タイプだから、まあ、芸能とか芸術関係とか向くタイプだし、はい、デザイン関係も向くのかと思ってるし、物関係も向いてるから、はい、まあ、好みの問題で分かれるからね、はいはい、うん、そう思うとあなた自身がまあそういったあのもので、YouTube から始まってそれなりに自分の生き方としてさ楽しんでやっていくんだろう、それそれと合ってるからさ、はい、好きにやってみてくれるな。まあ今回のことで、まあみんなそれなりに大内職なりあのやられるからさ、はいはい、うん、まとめに受け止めてもしょうがないよ、はい、うん、まあでもなった時は皆さん本当にへこんで 1,2 ヶ月ぐらいはあの関わりなくなる人多いけどな、はい、結構落ち込んでくるけど、でもおとぼりが冷めてくるとそんなにまあマイペースでもっとやっていけばいいと思うから、はい、うん、あのめっちゃいいこと言ってもらってあれなんですけど、うん、あのちょっとお金持ってなくて、うん、あの差し入れでいいよいいよ、うんうん、ちょっと占ってもらうことできますか。いいよいいよ。あ、本当ですか、うん、いいよいいよ。あ、本当ですか、うん、いいよいいよ。あ、本当ですか、うん、ちょっと教えて。平成、平成8年ですね。1年の、はい、2月の20日です。20日の、はい、お名前の方は矢野、矢印の矢に野原の野原の君に、晴れるっ
ていうし、もともとは直感系タイプの楽しいか楽しくないかが、はい、自分の心に聞いてみていけるかいけないかが基本の方で、はい、反発心とか反逆心は逆に強いタイプだから、はい、ああ言えばこういう系でもあるし、彼女と口喧嘩したら勝つタイプでもあるから。あ、本当ですか。うん、ただほら、もともとほら気難しさが少し入ってるタイプの神経質が入ってはいるので、はい、そもそも忍耐性がありそうでないタイプでもあって、やっぱりモチベーションは年に何回か落ちやすいし、はい、前でガタ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 言われると疲れがどっと出てくるところは間違いないんだけども、はい、何分まあ反発心が強いということと発想系独創系なところがありますので、はい、そう思うとやはり良いと思ったことはすぐやる、嫌なことはすぐやめるで、はい、多少のことがあっても、まあ、あれがなければ今の自分なしだってなってくるから、一見落ち込みやすいタイプなんだけど、時間とともに逆境には強いタイプだから、はい、基本的にはこういったタイプは結構イメージで書くと、はい、まあ、独立系タイプの個人プレー系タイプの先々は、まあ、経済力を持ちやすいタイプの個人プレーのが向くタイプの、実はせっかちなタイプの、はい、疲れが出る割には、まあ、逆境には、はい、強いタイプの、はい、そして、まあ、感受性が強いタイプの、反発心が強いタイプの、瞬発力が強いので一気に結果出す方が向いてるタイプの、まあ、別に生き方として見た場合には先々、まあ、こういう自由業タイプというかさ、はい、人に使われるのは あまり穏やかな仕事に就くとあんた答え出すのが早いから、周りに対してなんでこんなこともできるなんてイラッとしやすくなってくるから、はい、そこそこ自由性を伴って自分でやるものは伸びるっていう生き方が基本なので、はい、逆に心配性なところと臆病なところがあることは長所でもあって、はい、先々お金がなくなってきたらなくなってきたで、やばい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 、あんた騒ぎ始めるだろうし、はい、うまくいったらうまくいきすぎたで、いや、ようなそんな甘くないしとかって気にするので、はい、逆に経営には向いてるタイプだから、やっぱり自由性を伴って自分の世界作って、はい、嫌なやつはニコニコと排除できて、大きく上から命令されることなく、はい、ない仕事をひょうひょうってやってくるのがやっぱり向いてるな。大丈夫だよ。大丈夫ですか。生き方として見た場合に、まあ、もう今新しいアカウント作ってもう着々と進めてってるんで、うん、であれば、はい、これそれを起きたことは起きたことでやむを得ないのでさ、はい、そうなっていかないようにうまく、まあ、対応していくことが必要でもあるので、はい、うんうん、まともに考えてもしょうがないし、はい、そう、まあ、揺さばりされたぐらいの気持ちを持っていかればいいと思うし、はい、別にあなたの人生が潰れるわけでもないし、先々はお金もそこそこ持ってるし、ひょうひょう楽しくやってるし、ちょっと偉そうにしてるタイプだからだから大丈夫だよ。はい、ありがとうございます。少しくれるんですか。ちょっと元気出して飲み飲みやってよな。食べてください、牛丼、うん、食べる食べる。はい、ありがとうございました。うんうん、こちらこそ。また逆に何かあった、はいはいはい、また何かあったら来ます。ありがとうございます、はい、どうも。Yeah!